いや、嬉しいニュース来た嬉しいニュース来ましたなんと、乃木坂4 6アンダーライブ2020の開催が決定しました <laughs> いやー、来ましためちゃくちゃ嬉しいしかも今回なんと、観客ありでのコンサート、ライブとなるみたいで、まあもちろんそのガイドラインに伴って、こう一席開けて、一席ずつ開けての、こうだから半分ぐらいになるのかな収容人数としては。半分ぐらいになるんですけども、 え、観客ありでのライブが再開するということで、その再開一発目がね、アンダーライブっていうところもめちゃくちゃいいなと思うんですけど、えー、この観客ありでのライブっていうのはなんと、2020年2月24日のエースイヤーバースデーライブ d a y 4以来ということで、僕これ行ったよ d a y 4! ここ行って以来、観客がいる中でのライブは行われていないと、いなかったと。 いうことでもう約1年ですよねほぼほぼ1年ライブでね直接見れなくてっていう状況だったと思うんですけど今回やってきましたということで会場は日本武道館で2020年の12月18日19日20日この3日間行われるみたいでさらにライブ配信も行われるみたいなんで、まあ、仮にね当たらなくてチケット当たらなくて会場に行けないっていう人もライブ自体は 見れると、配信で見れるという形になってるみたいです。そして、このアンダーライブ2020のメンバーなんですけど、26枚目シングルのアンダーメンバー14名ということで、純ナ、リリアン、キーちゃん、タマちゃん、デンちゃん、アヤネちゃん、ランゼ、レノちゃん、ヒナチマ、ハズキ、レナチサ、アヤティ、ミリア、マーヤと、この14名となってるみたいです。いやー、来たねー。ついに観客ありでの無観客かなと思ってたけど、まだ無観客かなと思ってたけど、 観客ありってことで、これもうめちゃくちゃ行きたい。行きたさが異常なんですよね。もうライブ行ってないっていうのもあるし。行きたさが異常だし、多分皆さんもそうだと思うから、このアンダーライブ2020の倍率というか、応募する人、えぐいんじゃないかなと思って。当たらなそうというね、ちょっと、怖いなーっていうのはあるんですけど、いや、確実に行きたいな、これうん。でね、えー、まあその公演に関しての注意事項、コロナウイルスの方がね、 えの感じての注意事項だったりとかあとチケット情報とかねまああとでまたまとめていきたいと思うんですけどいろいろもうす、ね、でに更新されてるのでぜひ見てみてくださいとにかく観客またありでのねライブが行われるってことでこの再開したっていうのが大きな一歩だと思うしマジで、うん、マジで行きたい <laughs> マジで行きたいってことで今回はこれで終りたいと思いますアンダーライブ楽しみっすねそれ 初めてのアンダーライブ2020行きたいよ。は、にせ、初めて2020じゃないけど、初めてのアンダーライブ、この再開一発目に行きたいなと思っております。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録、グッド、チャンフォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ